こんにちは、バイリンガルおじさんです。今日はですね、関係代名詞の制限用法と非制限用法についてお話をしたいと思います。よく生徒さんにですね、関係代名詞の制限用法と非制限用法どう違うんですかって聞かれるんですけども、この言葉自体は別に覚えなくてもいいです。カンマがあるかないかの違いだけなので、言葉自体を覚えてしまうと、どっちカンマがあるのがどっち非制限制限という方に神経が集中してしまうので、その言葉を忘れてください。カンマがある、関係代名詞の前にカンマがあるかないかでどう違うかということに集中してください。日本語で英文を開けてみますね。私には大学に行っている娘がいる。この文の場合ですね、日本語の場合は娘が一人いて、その娘が大学に行っているのか、大学に行っている娘が一人いて、働いている娘が一人いるのか、これがわからないんです。ですから会話の中から想像していくか、あとは質問してどっちなんですかって聞かないといけないですね。英語の場合も会話の場合は少し分かりにくくなります。コンマがあるかどうかっていうのは会話でコンマっていうわけではないので、これは違い分かりにくいです。でも書くとコンマが出てくるので、どっちの意味かというのがはっきりしてしまいます。ですから知っておく必要があるんですね。ではその違いを説明いたしますので、理解していただいて感じていただきましょう。まず I have a daughter who goes to college、 これにコンマを入れた文を言っています。 I have a daughter who goes to college、 I have a daughter who goes to college。 ちょっと文が空きますね。 who の前でコンマ入れた場合は、これはどういう意味かと言いますと、 I have a daughter and she goes to college という意味です。 I have a daughter and she goes to college という意味です。つまり私にはドーターが一人いて、カレッジに行っていますということになります。ではこれをちょっと感じてみましょう。 I have a daughter and she goes to college、 この文を何回か繰り返していってください。その時ですね、シチュエーションを頭に思い浮かべてください。ドーターが一人いてカレッジに行っている。 I have a daughter and she goes to college、 I have a daughter and she goes to college。 いいですか。大切なのはシチュエーションを頭に浮かべて言うことです。 I have a daughter, one daughter, a daughter, and she goes to college。 はい、 and she を who に置き換えています。 I have a daughter who goes to college。 そうそう、 I have a daughter who goes to college。 思い浮かべてください。 I have a daughter, one daughter, who goes to college。 で、思い浮かべたものが口から出る、これが大切です。文法を感じるということですね。もう一つ例を挙げておきます。 Yesterday I bought a book which was expensive。 Yesterday I bought a book which was expensive。 これを日本語で言いますと、昨日本を買いました、高かったな、そういう意味になりますね。で、他の英語で言い換えると、 Yesterday I bought an expensive book とも言えます。 Yesterday I bought an expensive book、 昨日高価な本を買ったというふうにしても意味は一緒になります。で、どういう時にこう使い分けるかというと、あ、ブックを言う時点でエクスペンシブと思ってなくて、その後に、あ、それ高かったんだけどと付け加えたい時にこうなりますね。 I bought a book yesterday、 ah, which was expensive。 それはね、こんなふうにプッと後で付ける時に、このコンマ付きの which は便利になります。で、今度はコンマがないタイプの場合は、種類はっていう意味になります。つまり大学に行っている種類の娘がいるということになりますので、大学に行ってない娘もいるかもしれないという意味になります。で、コンマがあればその人はという意味、わかりますか、この違いは。コンマがなければという種類のという風になります。では次の言葉、コンマあり、コンマなし、どっちが正しいでしょうか。
答えはこんまりですね。I take a vitamin C and it is good for us. I take a vitamin C and it's good for us. というようになりますね。ですのでコンマがあります。コンマを抜いてしまいますと、そういう種類のという意味になってしまうので、体にいい種類のビタミン C ということになり、まるで体に悪い種類のビタミン C もあるように聞こえてしまいます。ですからもう一つ違いますね。コンマをつけると、そしてそれはという意味になります。そして彼は、そしてそれはね、付け加えの時に使います。コンマがない場合は、そういう種類の何々というふうになります。この違いは何回も頭の中で想像して繰り返して文法を感じてください。会話の時はそうすると自然にコンマがある時はちょっと間が空くようになりますね。書く時はコンマをつけるかどうかはっきりしますので、これは間違えてはいけません。意味が変わってしまいます。どうでしたか？わかりましたでしょうか？これ結構難しいんですよね。理解できたとしても喋る時になったらどっちだったかなってなると思います。常に感じないとダメです。練習の段階で、目を閉じて一人しか娘がいない、そして彼女はっていうのを想像しながら繰り返し言ってください。そうするとコンマがない時ある時っていうのが分かってくると思います。今日の動画ためになったと思われる方はいいねマークをしてください。これからどんどん英語の情報を上げていきますので、登録の方もよろしくお願いします。では、see you guys later.